それでは運ライブについて木村調教員の話を伺っていきます。まずは今朝の最終追い切りの話から伺います。3頭合わせで真ん中に入る形での追い切りでした。今朝の最終追い切りはどんなところにポイントを置かれて手腕を置かれての最終調整になりましたでしょうか。スタートからしっかり積極的に回してもらって、もちろん当然道中の折り合いだったり、コントロールをしっかり効く中で動いてもらって、最後ゴール板まで、頑張り抜いてもらうというような設定で意味合いを持って、行いました。そのあたりの、狙いは狙い通りいきましたでしょうか。はい、いきます、いきます、はい。前走のお話も振り返っていただきたいんですが、ニュージーランドトロフィー初めてグリーンカーをつけての2着という結果でした。このレースぶり改めてどう評価されますか。そうですね、結果残念だったんですけど、12月あるいは2月の競馬の内容着順からすればね、一歩前進できたというところで、それはある意味評価していただいたなというふうに思ってますけど、前走初めてグリーンカーをつけたと、そのあたり馬の気持ちをこう引き出すような、そういったところに苦心されているのかなと感じたんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。気持ち、そうですね、おっしゃる通りだと思います、はい。そのあたり気持ちの面は前走ではこの馬はどうでしたでしょうか。そうですね、改善は見られていると思いますし、着順は着順だったので勝ててはいないので、さらにそこからどう修正していくか、どう発展させていくかということは考えていかなければならないなというふうには考えています。この中間はそういった意味ではその馬 の, その気持ちの面で、調整を工夫されたりとか、あるいはまた違う番号というところはあったんでしょうか。調整の仕方は大枠は変わってないですね。バグに関しても今日もつけてないですし、何もいじってないというところですね、はい。そうですね、ファンの皆様に目立ってご報告できるような内容のものはないかなというふうに思ってます、はい。今回のレースでもブリンカーは着用予定ではあります。すいません、もうちょっと悩ませてください。すいません、はい。今回 G1 の舞台、東京のマイル戦ということになります。東京では、結果は残していますけれども、このマイルの東京という意味ではこの裏にとってはどうでしょうか。全然ネガティブには思ってないですし、至って合うかどうかっていうのもどうかと思うんですけど、全然ネガティブな様子も全くないですね。ホームで戦えるっていうか、関東圏で競馬できるっていうのは全然、一つこういろんな頭に入れなきゃいけない部分が一つないわけなくなるので、感じしやすいですし、ウムライルも走りやすいというふうに思いますけど、血統的には、ステルビオとした妹にあたると。ステルビオは木村厩舎初めて G1 を取ったので、当然全ての管理は思い入れがあると思いながら、中でもやっぱり思い入れとしてはひとしおなのではないかなと勝手にこちら想像するんですけど、先生その辺はどうでしょうか。いや、確信疲れたな。今週月曜日も北海道でステルビオに会ってきまして、元気にしてたんですけど、彼のこう姿を見て、生産者の方にも非常に応援していただいているようで、いつもかなりつけていただいて、そういう彼の姿を見たり、そういう今日現在の彼 の, 応援していただいて、生産者の方にも応援していただいている状況を考えると、彼からエネルギーもらいましたし、今週改めて逆にステルビオに対してバックアップできることは今週勝たせることではあるというふうに思ってますし、そんな気持ちがあるということで言えば質問の通りかなと思いますよね。ありがとうございます。
では、最後になりますが、改めてレースへ向けての、見通しのほどお願いいたします。そうですね、あ、まあ、まだあ今日追い切り終えたばかりなので、まあ、今日の午後から、まあ、また馬見て日曜日の午後までどういうやっていければいいのか、最前提を打つっていうことが残ってるんで、ここから先長いんですけど、まあまあ、 いつも通りになってしまいますが、今回でね、応援してくださるもうファンの皆様の期待に少しでもそう応えるっていうことに向けて、まあ、最前提打っていくぞという意気込みではいますので、ぜひ、日曜日、東京競馬場の方に、一人でも多くの皆様にご来場いただきたいと思ってますし、また多くのファンの皆様にね、ウンブライル背中を押していただきたいなと、そんなふうに思ってます。ありがとうございます、はい、代表質問以上とさせていただきます。その他皆様の方からご質問がありましたらお願いいたします。はい、今少し話出たんですけれども、ステルビオとの比較なんですけれどもね、まあ、似てる部分ですとか、まあ、似てない部分って、まあ、改めてなってしまうんですけれども、先生の方から教えていただければと思うんですけれども、まあ、圧倒的なフィジカルの素晴らしさっていうか、動きのバネ、ですよね。それは両方共通してると思いますよ、はい、で2頭ともやはりこう、まあ、圧倒的なトモのボリュームだったり、しますよね、うん、まあまあ、ステルビはそういう意味ではっていうのはもう教科書通りの素晴らしい馬体にしてるんですけど、まあ、それもあってこう生産者の方に応援していただいているようなところがあるんですけど、まあ、ウブライルも牝馬であれりますけど、かなりそういった労働組合は3区の本当にいいところを築いてるっていうところがあると思いますね、はい、メンタル的にはそんな違うところなんですか、気象的に。その辺はちょっとウンブライルにはお兄さんと相談してもらいたいなというところありますよね。そこですよね。だからそこ、まあ、いろいろな良さは考えられるんですけど、一方的にウンブライルの持ってるものを否定するものではなくて、まあ、厩舎で 僕が段取りしてきたことの中で、まあ、蝶の心が離れていった部分は考えるところがあるので、まあ、そこをまあまあちゃんとこう修正していくっていう取り組みは、まあ、今後も継続していかなければならないし、今回もそれはしていくってことですかね、はい、その方でご質問ありますでしょうか。お願いします。この対です。毎年このレースって1分31秒台とかそういう早い時計のレースになることが多いですけど、その馬にとってその速い時計の方がいいのか、前走のような道があるの時計がかかる馬場の方が力が発揮できるのか、先生の総合とか見た中での考えを聞かせていただきたいんですけど、まあ、前走の道あるは得手ではなかったと思います。で、まあ、すごい高いレベルの中の競争に、まあ、彼女が劣るとは思わないですね。だから、まあ、うまくいってなかった部分とか、まあ、前走もちょっとこうさらにもっと良くしていかないといけないなっていう部分を、まあ、その辺の鍵を開けるか扉を開くかみたいなところができれば僕は参加できると思って信じてやまないですね。その他いかがでしょうか。よろしいですか。よろしいですか。はい、では以上とさせていただきます。はい、はい、ありがとうございました。